こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、速稼塾の久保です。GDP の速報値で年率計算で 6.3% の GDP 減ということが報じられました。この数字ピンとこないかもしれませんけども、まだね、今年に入って の武漢熱ですか、新コロナウイルスの影響がここには計算されてませんので、もしかしたらこの 1,2,3 月でですね、この武漢熱ですか、武漢熱、新コロナウイルスの影響を受けてもう大打撃の経済状況になるんではないかなと思います。まずは消費税が 10% 減になって、そこに消費をもっともっと萎縮させる新型コロナウイルスが ありましてね、人々の交易とか活動とか外食とかものすごく冷え込んで、京都とかね、奈良の観光地なんていうのはもう全然人が来なくなっちゃって、宿泊代を100円にして人を呼んでるみたいな状況がありますよね。まあいろいろとね、不安が多い中で、これからじゃあいいことが起きるのかって言ったら、これないんですよ。多くの会社がこれからの AI 時代に備えてリストラをどんどん断行していると。黒字でもリストラで、成績がいい人もどんどん辞めてもらうみたいな感じになってますよね。まあ、そうなると、もともと私なんてのロスジェネ世代って言って、就職氷河期に出たわけなんですよ。で、就職もないし転職もできなかった。だから仕方なく自分の会社を作ったら、自分の会社も赤字だらけということでね。で、まあネットビジネスに救われたわけなんですけども、まあネットビジネスは何かっていうと、そのお金を稼ぐ手段の一つとしてどんどん発信をしていって自分の媒体を育てましょうってことなんですよ。自分が何か発信をして発言をしたら、それを受け取ってくださる方が、最初は1人2人なんだけども、それを10人に増やして、それを100人に増やして、1000人とか1万人にしていくことによって、要するに自分からのセールスを受け取る人を増やしていきましょうってことなんですよね。で、自分のファンが増えるってことは、説得力があるから、納得していただける、共感していただけるから増えるわけですよね。だから自分の勧めてる商品っていうのは売れやすいっていう、まさにね、一気通貫の流れができるわけなんですけども、ネットビジネスっていうのはただこれだけを、これをすることなんですよ。で、今ね、YouTube ってものがテレビと同じような影響力を持つんで、YouTube をやりましょうっていうお話をずっと吉谷さんとしてきたわけですけども、じゃあ YouTube をね、この動画を見てされた方っていますかね。ね。だからどれだけ正確なことを伝えても、その正確なことをきちんと受け取って行動する人ってのはいかに少ないかなんですよ。で、私は吉谷さんみたいに、その何万本っていうね、万の単位でやれとは言いませんけども、少なくとも100本とか200本はもうね、 YouTube で動画があるよって状態にしとかないと、作ることに抵抗を感じたり負担を感じるようでしたら、もうお金稼ぎなんてできないわけですよ。じゃあそこでですね、前回の吉谷さんの放送でありました、何のためにお金を稼ぐのっていうことなんですけども、お金を稼ぐってのはどういうことかって言ったら、イメージとして、まずイメージからお伝えしますけども、イメージとしては、今世の中っていうのは下りのエスカレーターなんですよ。で、私たちは下りのエスカレーターに何もせずに乗っかっていって、もらえるものをもらっておこうっていうレベルだと、もうずっと下がっていって地盤沈下してそのまま終わるんですよね。で、お金を稼ぐというのはどちらかというと、この流れに抗う行為なんですよ。そうじゃないぞと、稼いでどんどん上がっていくんだ、下りのエスカレーターをほっといて沈下していくんじゃなくて、そこをね、飛び立っていくんだみたいな、ね、エネルギーなんですよ。これが大体のイメージです。そして、どういった結論ですね。まあ結論を言いましょうか。お金をなんで稼ぐのかってこと。それはあなたの自由度を高めるためであり、あなたの人生を始めるためなんですよ。ね。何か美味しいものを食べようとかね、美味しくなくてもいいんですけども、食事をしようと思っても、ただで食事を出してくれる人っていうのはなかなか見つからないんですよ。それが見つかる方だったらいいですよ。でも、ただで食事を自分に提供してくださる方って、見つける能力がない方は、お金を出せば周りにはいくらでもお金のために働いてくださる方がいるんですよね。だから、そのお金っていう道具を持っておきましょうっていうことなんですよ。ちょっと結論としてはダラダラと長くなっちゃいましたけども、まあ、一言で言うと、自分の人生を買うためですよね。さあ、ここでね、動画のまとめになってきますけども、あなたは自分の人生がいくらで構築されると思いますか？あなたの人生を人に売るとしたらいくらに値段をつけます？100万円ですかね？そんなに安いですかね？1000万円ですかね？そんなに安いですか？いや、1億円でしょうか？まだ安いですよね。あなたの人生1億円じゃないですよね。10億円でどうですか？10億円であなたの人生売りますか？ね、売れないですよね。もっと高いですよね。ということは、自分の人生を自分で値段をつけるとしたらいくらかなっていうものが生涯賃金だというふうに考えるとシンプルなんじゃないかなと思うんですよ。いかがですかね。で、私はですね、今までに一人で億っていう金額を稼いできましたけども、まだまだ自分の人生こんなんじゃ安いなと思って、もっともっと自分の価値を確かめるために、自分の価値をね、バロメーターにすると金額なのかなとか年収なのかなっていう一つの数字として追いかけるところありますけども、ただこの現ナモとしてのね、現金が欲しくてやってるわけじゃないんですよ。現金がチャラチャラと欲しくてね、こういうことではないです。
何か物が欲しいからやってるわけではないんですよ。もちろんそういう部分もありますけども、それはね、付随して副産物として物が欲しいっていう欲求が満たされるだけであって、そうではないんですよ。自分の活動とか活躍がやっぱ人に評価されて人に受け入れられれば、それなりの対価が得れるんですよ。それはですね、ありがとうねって声をかけられる対価かもしれませんし、周りに人が寄ってくる、あなたに会いたいって言われるようなね、そういう人的な効果かもしれませんし、中にはキャッシュというね、誰もが共通として価値を持っているものを寄せていただくってこともあると思うんですよ。ですので私の速稼塾っていうのは頭金3万円で、あとは支払い自由なんですよね。自由だけどもやっぱり入金ありますよ、うん、で私は支払いを強制しないし、請求書も出さないんですよ。でも入金は自動的にあるわけなんですよ。もちろん入金されない方もいますよ。私に価値を感じない、もしくは価値を感じてるんだけども、やることができない、入金することができないって方がいると思います。もうそれに関してはね、私はもう追求しないと。私の価値がその程度と見られてるんだったらそれは違いますよ、私の価値はもっと高いですよっていうふうに説得するつもりは今はないってことなんですよ。ビジネスをやってる時っていうのは、私の価値を認めるんだったらまずお金を払ってくださいっていうふうに支払い優先主義だったんですよね。でも今はそうではないです。私の価値を徐々に確かめていただいて、それでもいいですよっていう形にとってるんですよ。さあ、それではですね、自分の人生に大いなる価値があると思う方、そして価値をもっともっと高めていきたいという方はお金を稼いでいけばいいんじゃないかなと思います。お金を稼ぐ方法っていうのは誰かから指示されるものではありません。あなたが稼ぎたい方法で稼ぎたい額だけをね、稼げばいいんですよ。誰かから言われて稼ぐものではないです。自分がいくら欲しいかな、自分の人生の価値はいくらなのかなというふうにぼんやりと思ったら、さあ稼ぎ始めましょうということなんですよ。じゃあ今日一日の価値はあなたはいくらですか。今日一日の価値ですよ。じゃあその価値に見合ったお金ぐらいは稼いでおきましょう。あなたの日当はいくらですか。5000円ですか、3000円ですか、1万円ですか、10万円ですか。自由に決めて OK です。自由に決めたらそれを表現していきましょうということが、まあ、私はね、ネットビジネスなのかなと思いますし、やっぱり、ね、お金を稼ぐ目的っていうのは、目標っていうのは何かなと思った時には、やっぱ自分探しなのかなと思いますよね。自分っていうのはこの地上にどういう人間なのかなっていうことを確かめるために、最悪の時でも、調子のいい時でも最大限のね、こう努力をしてっていうかね、活動して、それを多くの方に認めていただくということなのかなと思います。やっぱり、ね、人が認めないと何も始まりません。自分のことばっかりを優先して、やっぱ周りがおかしいとかね、周りが違うんだとかではなくて、人を指さして自分の、ね、弱さをそいつのせいにしちゃいけないんですよ。で、何か自分に不満なことがあったら、自分の力量が足りないと真摯に受け止めることによってね、自分の内側への挑戦に変えていくことだと思います。もちろん時にはね、外側のものを壊さないといけない時もありますけども、どちらかというと内側に対して革命を起こすことが徐々にね、外側への革命にもなってくると私は思うんですけどもね、まあ、ですので自分の内側を変えずに外側ばかり変えようとするとものすごく大変な思いしますから、まずは自分の姿から見ていけばいいんではないかなと思います。人がね、動画を上げたりとかコメントをどっかにね、記事を投稿したら文句ばっかりつけてくる人いると思いますけども、その人は自分を変えるんではなくて人を変えようとして本当シックアックしてるんですよ。でも私たちは違います。人と戦うんではなくて、人と議論する、口論するんではなくて、何かが起きるたびにもしかしたら自分が改める点があるんではないかなと思うことによって自己改革を起こしていくと、それが結果的にお金を稼げる人間になっていくことなんではないかなと思いますよね。では本日は以上です。